おやー、指導くん。ちょっと制服の確認にですね。この店の制服はなかなかレベルが高いですからね。おっと、誤解しないでください。私はこの店の少女たちをいかがわしい目で見てはいません。学業と労働を両立させ、さらにお客様に癒しを与える、そんな素晴らしい女性たちだと敬意を表していますからね。それはもちろん、いつか司令があの制服を身につけたシチュエーションをシミュレーションするためです。おっと、これまた誤解しないでください。私は何も司令にあの制服でご奉仕していただきたいわけではありません。むしろ逆、あの格好で罵詈雑言を浴びせられたら、あの格好で背中を、尻を踏みにじられたら、ふおー、ちょっと指導くん、指導くん、あー、パラダイスの門が閉ざされてしまう。それじゃあ戦場では生き残れねえですよ。まあ、兄様のことはマナがきっちり守ります。だから安心しやがれです。私これからお友達の家にお泊まりだから、お兄ちゃんもくるみちゃん家にお泊まりしちゃえば。いいじゃん、お兄ちゃんとくるみちゃんは幼馴染なんだから。
あら、シドウさん、いらっしゃい。だって玄関まで行くのが面倒なんですもの。ああ、適当に座ってくださいまし。そんなことはありませんわ。この私の隣のあたりなら大丈夫ですわよ。普段はもう少しマシですのよ。今は両親が旅行に出ていますから。熱海に3泊4日ですわ。そんなことより、シドウさん、いいところに来ましたわ。ちょっとイフリートの角刈るのを手伝ってくれませんこと？一人では効率が悪くて。面倒くさいですわ。口うるさい幼馴染ですわね。しょうがありませんわね。あと一体買ったら手伝ってあげますわ。何がですの？いいではありませんの。部屋の中なんですから、どうせ誰も来ないですし。ああ、もう、シドウさんがうるさいからやられてしまったではありませんの。ご勝手に。そうですけど。ああ、昨日の夜はハンバーガーでしたわ。冷蔵庫には何もありませんわよ。じゃあついでにジュースとアイスと、あと何かスナック菓子も買ってきてくださいませんこと。あと漫画とゲームとアニメのブルーレイも。仕方ありませんわね。後で通販しますわ。ああ、またやられてしまいましたわ。適当に捨ててしまってくださいます。それまだ入ってますわ。いいんですの。とにかくそれは後で使いますから、取っておいてくださいまし。
した。シドウさん、それを見てはいけませんわ。違いますわ。アルバムが入ってますの。そうです。私とシドウさんの小さい頃の。ダメですわ。その恥ずかしいじゃありませんの。何でもです。私今忙しいんですの。何です？もう失礼してしまいますわ、指導さん。私これでも女の子ですのよ。お風呂くらいはちゃんと入ってますわ。かれこれ70時間くらい前に。大丈夫ですわよ、3日くらい。大して汗をかいたわけでもなし。なんなら匂いを嗅いでみまして。シドウさんならやりかねませんわ。口うるさい幼なじみですわね。だってシドウさん、何でも細かくチェックしすぎなんですもの。面倒ですわ。シドウさん、一緒に入って洗ってくださいまし。あら、シドウさんは私とお風呂に入るの嫌ですの？昔はよく一緒に入ったものですのに。私、シドウさんが一緒に入ってくれなきゃお風呂嫌です。ブー。じゃあ、あら、シドウさん。先ほどからシドウさんをお待ちしておりましたの。あらあら、シドウさんたら先ほどのことを思い出してますのね。あれは架空の出来事ですわ。私、普段はあんなにズボラではありませんし。私もシドウさんにいろいろと世話を焼いていただいて、あらあら、それは残念ですわ。と
ずいぶんとひどいことをするんですのね。ではよろしければお供させていただきますわ。指導さん、まるで乙女のような悲鳴でしたわよ。そんなに驚かなくても、私取って食べたりはしませんわ。だって、せっかく二人きりですのに、指導さんは考え事ばかり。女性に失礼ですわよ。アルスさんのことを考えておりましたの？あら珍しい。いつも根拠はなくても自信だけはあるのが指導さんでしてよ。一度言葉にしたらそれを実現してしまうのが指導さんという人ですもの。さあどうでしょう。それよりそろそろ学校に着きますわよ。あてはあるんですの？それよりも指導が探しに来てくれて嬉しいです。あら積極的ですわね。やはり予想通りの反応です。そうすれば指導が探しに来てくれると思いました。ゲームではこうすることでドキッとするものなのでしょう。指導のそういう反応が見たかったのです。それはよろしいですが、そろそろ帰りませんと遅くなってしまいますわよ。それともずっとそうしているつもりですの、指導さん。はい、もう十分です。ずいぶんと嬉しそうな顔をしていますわよ。よかったですわね、指導さん。おはようございます、指導。
遅いわよ、シドウ。もう食べ始めてるわよ。ソーセージとジャガイモというのは素晴らしい組み合わせだな。一体誰が考えたのだ？ドイツ人かしらね。おお、そうか。すごい奴らだな、ドイツ人は。ちゃんと作ったアルスさんを褒めてあげましょうね。すごいじゃないですか。そうだな、大したものだ。偉いな、アルスは。召喚の鐘に応えてな。皆で共演の円卓を囲むのもたまには悪くない。主公、たくさん作ったので来てほしいと連絡がありました。休日ですし、断る理由はありません。そうみたいですわよ。私もお招きいただきましたので。そうですわね。だいぶ人間らしくなったのでな。最初の頃からは想像できませんわ。どうぞ、ヨトガミトーカ、おかわりです。おお、待っていたのだ。なんだこれは。チーズが乗っているぞ。すごいではないか。チーズトーストというそうです。ピザトーストから具材を抜いただけのようにも思えますが、チーズトーストには独自の良さがあると言われています。溶けたチーズだけのシンプルな、なんだ、おいしいのだ。このサラダもすごくおいしいです。色鮮やかで綺麗だしね。各種のビタミンやアミノ酸、ミネラルの配分がいい合理的な組み合わせ。大事なのは美味しいことなのだ。サラダなのに鶏肉も入っていて幸せだぞ。タンパク質の摂取は必要。それに好みの具材ということであれば。はい、指導が行うより調理時間は長くなってしまいました。ヨトガミトークが大量に食べることを考慮した結果、分配基準もよく分かりませんでした。経験がまだ足りません。神灯火は何もしていない。ただそこに座り、ひたすらに食べ続けているだけ。その点、私は食器の準備や飲み物を食卓に配膳する作業を補佐した。指導は、私を撫でるべき。え？それでいいなら、
私も。ヨシノが一番お手伝いしてるんだよ。アルスちゃんの次に貢献したと言っていいんじゃないかな。だからヨシノのことも撫でてあげてよ。いいですね、ダーリン。私も撫でてください。たくさんたくさん撫でていいんですよ。ずるいし、私とって。要望、それならユズルのことも撫でてください。なんだか楽しそうですわね。私も撫でていただけますか。そうでないと悲しいですわ。泣いてしまいますわ。ちょっと、いい加減にしなさいよ。そういうのは妹の特権って決まってるでしょ。撫でられることは愛ですか。それならいい提案がある。私とシドウがデートをする。残りの者はそれを後ろから眺めている。これで全員が参加できる。何を言っている。大体貴様は。それならこうしましょう。みんなでカラオケに行きましょう。カラオケならこの大人数でも全員が参加できると思うわ。カラオケ行ってみたいです。お、ヨシノも興味津々だね。まあ面白そうですわね。歌なら私の独壇場ですよ。うん、面白い。我ら愚風の巫女は歌唱においても万能の奏者だ。賛成。歌は好きです。問題ない。うむ、カラオケは楽しいからな。ね、悪くない話でしょ。バカね、それは逆よ。歌がいいと思ったからカラオケにしたの。歌ならアルスにも理解はできるけど、体験したことがない事柄でしょ。体験してみることによって彼女の心にも何か変化が起きるんじゃないかと思ったの。好きなみな話だけどね。
の部屋では歌い放題なのか。指導さん、そんなところに立っていないでこちらに座ったらいかがです。それとも私の隣は嫌なんですの。指導、こっちも空いている。なんなら私の膝の上でも。指導さん、曲の入れ方がわかりません。そこだ、行け、よしの。さりげなく指導くんを隣に呼び込むのだ。カラオケで勝負を挑んだのですが、あえなく打ち死にしたのです。よしよし、かぐやは強い子です。強敵に一矢報いんと天に歌報じるも、ナイトセイレーンの歌声に我が家はつき膝も折れたのだ。解説、文化祭の時の雪辱をと意気込んだ結果です。歌での勝負なら誰にも負けませんよ。ねえダーリン、褒めてください。なーに、やり遂げたような顔になってるのよ。ちょっと来なさい。よかったじゃないかじゃないわよ。漫然と楽しんでないで、しっかり精霊たちのフラグ立ててイベント進めてきなさいって言ってるの。威張ってきなさい。はい、指導。とても興味深いです。歌というのも実際に聞くのは違うものですね。私は大丈夫です。それよりいつか指導が誰かと歌っているのか聞きたいです。はい、誰かと共に歌うことをデュエットというそうですね。デュエットもシチュエーションとして最適ではないでしょうか。指導さん、よろしければ一緒に歌い。せっかくですから指導さんと一緒に歌ってみたいですわ。私と一緒に歌うのは嫌なんですのね。悲しいですわ。泣いてしまいますわ。
ありがとうございます。それについて提案がありますの。何かおっしゃいまして？そうですか、そろそろ指導さんの番ですわ。ほら、どうぞ指導さん、歌ってください。指導さん、さて罰ゲームは何にいたしましょう。そうですわね、とりあえずもう一曲お付き合いいただけまして。貴重な体験でした。この結果をもとに新たなデータを収集できるはずです。もう少しで分かりそうな気がするんです。だから私に見せてください。シドウ君、不思議そうな顔をしていますね。たまには息抜きをしようと思いまして。私も一人で物思いにふけることくらいあるのですよ。そうですか。それはお気遣いありがとうございます。来月の美少女と拷問器具展、うまく休暇が取れますかね。
相手など嫌がれますか。サーチ&デストロイ、逃がす隙は与えませんよ。じゃあな、いつか今晩張り切りすぎんなよ。おう、また明日な。指導さん、ちょっとよろしいですか。着替えましたわ。これからすぐに出かける用事がありますので。ええ、大事なようですから。あっと、キサキさん、私服姿もお美しい。とキサキさんの姿が見えたから戻ってきたんだ。トキサキさんの貴重な私服姿、これを間近で見なければ死んでも死にきれん。ほっとけ、お前一人にトキサキさんの私服姿は独占させんぞ。あなた。はい、何でしょう、トキサキさん。確か殿様さんと言いましたかしら。いえ、あの、殿町ですと。申し訳ないですが、消えてくださいますか。私は今指導さんとお話ししていますので。そんな、トキサキさん冷たいです。ちょっとぐらいいいじゃないですか。
もうそのちょっとは終わりですわ。早くしないと。私、路上に赤い花を咲かせたくなってきましたわ。さようなら。あら、そうですか。私は素直に気持ちを伝えているだけですわ。そう、では参りましょう、指導さん。これから参りますわ、指導さんの家に。私、これから指導さんの家に遊びに行きますの。あら、行けませんこと？では、いつもみたいに。お邪魔いたしますわ。指導さん。ああ、指導さんが抱っこしてくれないから寂しかったですわ。学校ではおとなしくしているではありませんの。学校では指導酸成分が足りなくてイライラしてしまって。早くしてください、指導さん。出ないと私悲しいですわ。泣いてしまいますわ。決めてくださいな。私は指導さんとならどんなお話でも楽しいですわ。
あら、そんなこと、うん、では、知りた教えてあげま嫌です。今日はずっと指導さんと一緒にいたいですわ。離れたくない。分かってくれませんの？今日はお泊まりしてもいいですわよね。そんなの知りませんわ。していられますわ。するんですわよ。私はずっと指導さんと一緒がいいんですもん。してください、指導さん。はい。はい、気持ちいいですわ。もっとしてほしいですわ。な気分ですわ。そうなんです、あなたのくるみは甘えん坊なのですわ。指導さん、そんなことありませんわ。指導さんは、ずーっと一緒です。ずーっと。そんな驚いた。このままじゃ中途半端で終わってしまう。何も実ることはなくて、いつまでも答えは出ない。もっと先、
なたに決めてほしいことがあります。指導は私に愛を教えてくれています。はい、そうすることで様々な情報を知ることができました。ですが私はまだ愛が分かりません。だから指導に選んでほしいです。ここに来てくれた皆さんは五日指導に好意を抱いている。それは間違いないことです。五日指導のそばにいたい、自分のものにしたい、それが愛ですか？私もそう考えます。けれどこの世界には結実した愛がありません。だから私はその先を知ることができない。だから選んでください。愛を誓った相手を。かもしれない。五日指導と彼女たちの行く末を。あら、おかしなことを言わないでくださいまし。指導さんは自分の彼女が訪ねてくるのがそんなに不思議なんですの？あら、今さら何を驚くことがあるんですの？指導さんは私の恋人。お付き合いしてもう随分経つではありませんの。もう心臓に悪いことはやめていただけます？あら、それだけですの？私と指導さんの愛が結実し、ようやく指導さんとお付き合いすることができましたのに。この扱いはあんまりですわ。私、とても残念な気持ちです。
私の思いを寝ぼけたくらいで踏みにじるなんて、私悲しいですわ。泣いてしまいますわ。あら、本当に何でもしてくださいますの？でしたら、今から私とデートしてくださいまし。あら、ダメですの？それとも先ほどの言葉は偽りですの？やっぱり指導さんは私のことなどどうでもいいんですのね。ああ、悲しいですわ。泣いてしまいますわ。まさか指導さん、ここでなんて言いませんわよね。では決まりですわね。ええ、わかりました。はい、喜んで。指導さんのお誘いですもの、断る理由なんてありませんわ。どちらに行かれますの？どこでも構いませんわ。指導さんと一緒ならどこにいても楽しめますもの。なさいまして。ではよろしくお願いしますわ。どうかなさいまして。私たちは恋人同士なんですのよ。腕を組むのなんて当たり前の行動ですわ。指導さんって本当に。さあ指導さん、指導さんのお気に入りですか？
ねえ指導さん、このお店に付き合ってくだ、いえ、今日何か問題でもあるんですの？当然、指導さんが私に似合う水着を選んでいただけますわよね。時期外れではありますが、今度オーシャンパークに連れて行ってくださいまし。それとも前のデートのように下着を選んでいただく方がよろしいですか？まあ冗談で言ってるわけではありませんわ。私、指導さんが選んでくださった下着ならどんなものでも。ええ、お好きなものを。そんなことおっしゃらずに。あら、からかってなどいませんわ。ええ、よろしくお願いしますわ。なんだかあっという間でしたわね。ええ、そうですわね。私も今日はとても楽しかったですわ。指導さん、どうかなさいまして？どうしたんです？指導さん？一体。ねえ指導さん。指導さんが私に謝られるようなことはないと思いますわよ。そうですわね。もう指導さんたら、おかしな謝り方ですわね。そんな指導さんに面、ええ、でも女の子の心をないがしろ、別に大したことではあります。ではこ、何をするか。さあ指導さん、
指導さんたら女の子みたいな声を出して。本当に楽しかったですわ。ねえ指導さん、私指導さんに選んでいただいた水着を早く着てみたいですわ。ですから今度は水着を着れるところがいいですわ。連れて行ってくださいます。嬉しいですわ。指導さん、その証隠さないでくださいましね。それは鏡を見ればお分かりになりますわ。それでは私はそろそろ失礼いたしますわね。私も。どうかなさいま。あら、もしかして水着ですの？心配な。指導さんがまさかあのような水着を選ば。もちろん冗談ですわ。申し訳ありませんわ。それでは指導さん、連れて行ってください。ほら指導さん、
もちろんそれを私に塗っていただけるんですわよね。私だけでは届かない場所もありますし、ぜひ私シドウさんでしたらどこを触られても恥ずかしくありませんわ。ほら、あ、その気にな、まずは背中。え？なるほど。ではちょっと待っ。さあ、シドウさん、お願い。シドウさんの、とっても上手ですわよ、シドウさん。それはシドウさんがそういう触り、そう、シドウさんの手の動きがとっても心地いいせいですわ。満足できないというなら、背中が終わった後に、ま、あら残念ですわ。も仕方が、もうシドウさんたら恥ずかしが、シドウさん、こんばんは。夜分遅くに失礼しますわ。ええ、少し聞きたいことがありまして。シドウさん、明日のご予定はいかがですこと？実は私、シドウさんにお願いがありまして。ええ、私一度でいいからシドウさんの部屋にお邪魔したいと思っておりましたの。もしかしてご迷惑ですか？まあ嬉しいですわ。でしたら明日3時ごろにお伺いしますわね。
指導さん。ごきげんよう。指導さん、今日はお邪魔させていただきますわね。指導さんたら。ここが指導さんの部屋ですのね。そんなことありませんわ。とっても綺麗です。それでしたら、私ケーキを持ってまいりましたの。これも一緒にお願いしてよろしいですこと？はい、お願いしますわ。わかりましたわ。でも何を読んでも構いませんの？そうですの。それでは遠慮なく見せていただきますわね。あら、指導さん。ああ、これですわね。特別増刊、美人家庭教師と教え子の一線を越えた関係、教え子の部屋で行われる内緒の秘め事ですわ。
指導さん、こういったシチュエーションがお好みでしたの？特に美人教師が誘うようにスカートをつまみ上げる姿は、女性の私から見てもや漫画を好きに見ていいということでしたので、ベッドの中敷きの下から拝借させていただきました。妹さんがいらっしゃるんですもの。簡単に見つかるようなところにはないと思いまして。それに恋人の秘密を知りたいというのは至極真っ当な欲求ですわ。それにしても指導さんはこういうのが好きなんですこと。大事に隠してあるということはそういうことですわよね。それでは指導さん、私の こういうポーズ、指導さんは正直におっしゃってくださって構いませんのよ。そういう性癖ですのね。ここには指導さん以外誰もいらっしゃらないというお話でしたわね。それなら指導さん、こういうのはいかがですこと？あら、簡単なことでしたよ。私が再現にご協力して差し上げようかと思いまして。
あらあら。本当に上手。私。指導さんの熱い視線を感じます。そんな風に見られたら私。ほら指導さん。ねえ指導さん、もっと近くならそこからでも見える。ほらダメです。あらあら残念。でも先ほどの指導さんの眼差し素敵でしたわよ。とっても積極的でしたから。私少々用事がありまして、それが終わった後でしたら。その日は何かあるんですの？まあ覚えていてくださいましたの？嬉しいですわ。それに私今とっても幸せです。それで指導さんは？とても楽しかったですわ。今日は指導さんの性癖を知ることもできましたし、大満足でした。昼間の続き、いつにするか決めておいてくださいまし。では指導さん、また。あら、指導さん。
驚かさないでくださいまし。私、指導さんが先に帰ったんじゃないかと心配してましたのよ。私を手伝いに？実は岡峰先生に頼まれて指導さんを探していましたの。私も呼んできてほしいとしか。そういえば指導さん、課題は提出されました？もしかして手をつけていないんですの？私が信じても仕方ないと思いますが、多分と言いますか、間違いなくその件ですわね。あら、何がまずいんですの？こればかりは忘れた指導さんの責任ですわよ。そう言われても仕方ないのではありませんこと？私のせいでし、それ仕方ありませんわね。私に任せてくださいまし。わかりましたわ。次の授業で使うプリントの整理で。指導さん、静か。時崎さんか。そうですか。指導さん、これから。わかり、そういえば勢いでついてきましたけど、どうかな。え、指導さん、指導さん、時崎さん、いませんか？指導さん、どうなさいますの？この指導さん、方法って何か考えがありますの？助けると言いましても、どうすればいいんですの？
あらあら、仕方ありませんわね。実は私も同じことを考えていましたの。わかりましたわ。それでは指導さん、失礼しますわね。指導さん、動かないでくださいまし。静かに。もうすぐオカミネ先生が教室に。私が探し始めた頃にはもう下校されていたみたいで。見つけることができ…そうですか。
それじゃあ時崎さん、ほどほどにして早く帰って休んでくださいね。それともし五日くんと会うことがあったら、課題は明日持ってきてくださいと伝えておいてくださいね。わかりました。さようなら、オカミネ先生。ですわ。何ですの？構いませんわ。私も指導さんのお役に立てて嬉しかったですし。でも今日は少しやりすぎですわ。ですから今日のは貸し一つということにさせていただけませんこと。はい、指導さん、もう一度言ってくださいませんこと。もう指導さんはすぐにそうやってごまかすんですから。指導さん、一つお聞きしたいことがあるんですの。
は私、前から指導さんにお礼がしたいと思ってましたの。そうですわ。ええ、数えきれないほどたくさん。はい、たくさんの時間を。たくさんの幸せな時間を、指導さんからいただいておりますわ。これは私の食材のようなものですわ。指導さんにはたくさんわがままを聞いていただきましたから。ですから指導さん、私に何でもおっしゃってくださいまし。わかりませんけど、それで指導さんが喜ぶというならわかりましたわ。私が遅れたことが今までありまして、指導さんこそ寝坊したら台無しですわよ。しませんわよ。あまり甘やかしてもいけませんから。指導さん、おはようございます。いいえ、先ほど着いたところですわ。ところで指導さん、一つよろしいですか。これって普通のデートと違いますの？それではいつもと変わらないではありませんの。それなら他のお願いが。私は、
私も同じですわ。指導さんと一緒ならそれでいい。そう思う自分が確かにここに存在するんですの。指導さんはロマンチストですわね。指導さん、ちょっと待ってくださいまし。指導さん、その前に一つだけよろしいですこと。ありがとうございます。指導さんがいるおかげで私とても幸せですわ。